い、どうもみなさん、こんにちは。千代田光月のお願いってください。というか、今回ですね、久々に SAO VS の動画なんですけれども、まあ、ぶっちゃけ僕全然やってないです。なんか、ちょっと飽きちゃって、ただまあ、ちょっとはやっとこうかなって思うんですよ。でまあ、なんかこう、新年を迎えてですね、こういうなんか、お正月衣装ですか、いろんなガチャがこう来てるわけですよ。キリトだったり、アスナであったりね。まあ、ただこのガチャは、僕ね、この衣装あんまり好きくなくて、なんかね、この衣装、刀持ってるんですけど、こっちの 3D では刀持ってないんですよ。僕、こういうなんか、なんすか、手抜き感とか、見逃せないんですよ。許せないんで、このガチャ引かないんですけど、こっち、アビリティカードですね。いよいよこういうステップガチャが、現れたということで、なかなかこうね、確定枠もあるんで、良心的なガチャが来たんで、これね、引いていきたいと思います。僕が狙ってるのは、この、アリスの方ですね。このアビリティカード。これ強いんで、これを狙っていきたいなと思います。行きましょう。2750の、クリスタルで、ね、なんか、こう、手に入るみたいなんで、それは早速ね、手に入れていこうかなと思うんですよね。まあ、なんか最近ちょっとだれてて、とか、バウンティーラッシュが楽しすぎて、なんか、本当に。まあ、なんでそっちに熱が行っててですね、なんか、ログインしない日もあるぐらいやってないです。こっち。いつショータイム。まあ、まあ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 、ぼちぼちいいんじゃないでしょうか。S、まあ、とりあえず SR 以上確定なんで、まあね、目指すところ SSR。まだわからんよ、これは。キルトの剣光ってるんで、あー、このダメージ量からするにダメですね、おそらく。スキップしましょう。18、あー、厳しそう。まあ、SR ぐらいかな。あー、いいね、かわいい。持ってなかったと思うよな、ライラ。これゲームオリジナルキャラクターですね。はい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 。あ、じゃあそこでね、いちいち長いんで、ちょっとこうスキップ押しながら、はい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 。SR から見ていきましょうか。レア見てもね、あれかもしんないんで。はいはい。で、ここはね、あー。ここでね、SSR 来てくれるとね、ありがたいんですけど、ここ持ってなかったんじゃないかな。そんなことなかった。持ってるわ。持ってるか持ってないかもわからないぐらいやってないです。じゃあ、20連目いきましょうか。まあまあ、ラストの方でね、絶対、あ、日付が、あ、日付変わりましたね。バレちゃいましたね。恥ずかしくて言いたくなかったんですけど、今朝の4時です。はい。マジで、ログインからなの、ちょっともう、融通聞かへんな。ちょっと、ごめんなさいね。なんでこんな時間にやってるんでしょうね。なんか寝る前にバンチの SAO バースやろうと思って。今日休みやから、ちょっと夜更かししてたわけですよ。明日の動画何しようかなと考えながら。そしてこんな時間になってました。ちょっと長いんですけど、お付き合いください。Welcome to Cross Edge。なんか、ロードの時間とか、あとガチャのロードの時間も長くって、なんかね、もっとサクサク行ってほしいんですけどね。はい、わかりました。しょっぱいしょっぱい。じゃあ早速続き。まさか振り出しにね、戻されると思ってなかったんで。長えしな。ローディングも。じゃあ、ステップ2行きましょうか。あんまりね、推しキャラのために僕は使いたくないんですけども、今回のガチャはちょっとあまりにもお得やったんで、あんまないんでね、こういう、ステップ系のやつが。本当に、闇ガチャしかないんで、SAO VS は。あー、ニューチャレンジャーじゃ厳しいかな。ここで光ればワンチャンあるけど、あー、あるな。これが金に光ってたら、もう、確定なんですけど、あー、これないっすね。ダメだね。SR だね。SSR は、おー、負けられない戦い。友情いいですね。信長さんですね。島崎信長さんでしたっけ、ちょっと名前忘れましたけど、声優さん。SR が多い。SR が多い。キリトやな。どうせならちょっとアビリティの方がいいんですよね。どうせ SR のキャラクターそんな使わないんで、ぼちぼち？じゃあラスト。
これで絶対にあの SSR は確定なんで、まあ、どっちかが来るのかな。なんか提供割合ちゃんと見てないんでよくわかんないんですけど、ちょっと見とけって話なんですけど。あ、対象の SSR アビリティで書いてるんで絶対どっちかですわ。間違いございません。なんなら2枚来てくれたっていいんですけどね。こんなに闇なのに貫突とかできるわけないんですよね。素体ゲットでもう精一杯なんですよね。そう、こういう感じで金に光るんですよ。こうなったらもう SSR は確定みたいなね。まあこれはもう分かってるんで、待てよ。これがいっぱい行くと、いけいけ、もっといけ、もっといけ、もっといけ、よし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 、いいぞ。240万なんで SSR は2体いきます。これは熱い。ごめんなさいね、一人で勝手に熱くなって、だって1体やと思ってたんで。これ2枚いきます、絶対2枚いきます。俺に分かります。まあまあぼちぼちかな。どうせなら新キャラ欲しかったですけど、まあまあでも凸が進んだと思えばそれでいいんじゃないかなと。よし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 、いいよいいよ、全然全然。じゃあ最後ですね、あと何が来るか、どっちかですよ。アリス、アリスお願いします、頼む。よし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 、狙いが来ました。ありがとうございます。こいつはね、効果が強いんで、カクカクやな、画面が。めっちゃカクカクやん。オッケーオッケー、ナイスナイス。あ、よかったよかった。じゃあもうちゃんと、この、ステップアップガチャ引いた甲斐があったわ。確定外でも出てくれたんで。よかった。といった感じでね、まあ、こう、ガチャがあるわけですよ。じゃあちょっと最後、チケットが手に入ってたんで、今。ログインボーナスで、あ、入ってないかな。あ、そっかそっかそっか、受け取りに行かないといけないのか。最後ラスト1枚だけ引いてしましょうか。これプレミアムチケット、あの普通に1回だけ引けます。レンとかじゃないです、本当に。これでしてみましょう。多分当たらないですけどね。 SSR4% の確率なんで、バウンティーの工場よりもね低いんで確率が。まあどうせなんで、これでいきましょうか。ドキドキするね、今のもうドキドキするねっていうアスナの声だと外れらしいです。ユイがなんか、ユイがなんかいいこと言うと来るらしいっす。いつショータイムか、ワンチャンあるな。ちょっと希望見してくんのよな。あ、ダメだ、光らねえや。あー SR ね、あー、まあ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 、ただで SR もらえるんならもう全然全然ありがとうございます。まあといった感じの、今回はなんかガチャ動画でした。はい、以上になります。またあの定期的に、定期的でもう不定期で本当にやりたくなったらやっていくんで、今後ともよろしくお願いします。お疲れ様でした。さよなら。